不老郷不老郷不老郷は、和歌山県和歌山市和歌浦に位置するアーチ型の石橋である。片尾波松原にあった、奇襲当初ぐるごたび書の遺蓄に際して、第十代奇襲藩主、徳川治虎からの命によってかけられた。第十三代藩主、徳川義富の知性の下営3年に着工し、翌4年に完成した。よく三段郷と混同されるが、三段郷は、 初代藩主、徳川頼信が加強したものである。石材は、泉砂岩を使用し、敷石やアーチ部分の内輪石には、能型体状の石材が使用されている。不老橋は、徳川家康を祀る紀州東照宮の若祭の際に、紀州徳川家や東照宮関係者の人々が、お旅所に向かうために通行した、五城道に加強したものである。 京大のアーチ部分は、日国間元の石膏集団の思考であり、降乱部分については、湯浅の石屋中米の思考と推定されている。降乱部分は雲を文様化したものが見られる。江戸時代のアーチ型石橋は、九州地方以外では大変珍しく、特に降乱部分の彫刻が優れている。近年までは、不老郷を渡ったところに、不老館という和風建築の建物があったが、 解体され、現在は和歌の裏アートキューブになっている。橋は和歌山市指定文化財に指定されており、和歌山県指定史跡、名称和歌の裏及び国の名称和歌の裏の構成要素でもある。ありがとうございます。